はい、皆さんこんにちは、あちでございます。PC88 のですね、スタークルーザーパート92をやっていきたいと思いますね、思うんですが、前回ね、確か言ったと思うんですけども、重水素鉱石ね、重水素鉱石を集めるよってね、いう話をしたと思うんですけども、前回はね、もう重水素鉱石を集めてからやっちゃうよってね言いましたけど、今重水素鉱石32個ね、ちょっとね、それもなんだからね、このパートはね重水素鉱石集めるだけのパートということで、ちょっとね、私もね、何も考えなくてずっと集めててもよかったんですけどね、ちょっとね、やっちゃおうかなとね、さっきから操作がかなり間違えてるんですけどね、こっちの武器ね、重力破砲さんでね、重水素鉱石引き続き集めたいと思いますね。じゃあね、わざわざこれをね、やっておきながらね、ほたらそんなにあなた話すネタがあるのかって言われるとね、正直ないんです、ないんですけどもね、ちょっと寂しいなとかね思っちゃったのでね、やっていきたいと思いますよ。じゃあね、何話そうかなというところで、昨日とおとといむちゃくちゃ暑かったですね。ソウルのそういう話なんですけどほんまこの土日は暑かった、暑いんですけどね、私は関西のね、ごった返してるとこ住んでるんですけどもね、大阪です大阪に住んでるんですけど、むちゃくちゃ暑かったんですけどね、大阪市内に住んでるもんですからね、むちゃくちゃ暑いんですけどね、私はまだ今年エアコン入れてませんよ。もうエアコンなしで頑張っておりますね。もう本当にね、夜灼熱ですね。腹の中では思ってますよ。みんな一斉に室外機切ってくんねえかなってね、思ってるんですけどね。なかなかそんなわけにはいかなくてね。毎日、確かにエアコンね、入れてた時に比べるとね、寝起きがまだマシな気がしますね。もうちょっと前まではね、ちょっと前というか、エアコン入れて寝るとね、次の日朝しんどいですよね。なんか寝気が悪いかもしれない、そういうこともありましてね、エアコンなかったらね、熟睡できないって可能性があるんですけども、倦怠感はないのかなってね、結果たろい感がね、ないのではないのかなというような感じですね。今のでね、私がそういう話にね、ネタつけちゃったんですけどね、ただね、そう、もうモンスタークルーザーね、終わりますよ。もう核心まで入ってきてるでしょ。次、巨大戦艦行ってね、やれば終わりなんでね、もう、それができれば。パート100までに終わりたいよねとか言いながらね、パート100まで終わりたいねとか言いながらね、こんな無駄なねパートやってたらね、100超えちゃうよねちょっと心の奥底では100超えたいと思ってるのかもしれないですね。今まで100超えた100超えたパートと言いますと、悪名高きね、太鼓離試練で、敵来ちゃった。太鼓離試練ってですね、何ですか、何でしたっけ、あら敵出てこないや、上下、来た、下だね、へい、お疲れ様です。あとサバシュじゃないわ、エメラルドドラゴンね、この2本がね、今のとこパート100を超えましたよというとこですね。何です、もう私パート100超えてびっくりしてるね。パート100ってね、一つの境なのかなとね思ってたんですけども、なんか世の中にはね、なんか私海外かどっかでパート400って見ましたよすごいなと思ったんですけどね、それ見るとね、100なんてまだまだ甘いんだってね思わせてくれましたよ。
かといってね、じゃあねパート200いくのかいって言われるとね、私持たないですね。パート200は無理だと思うんで、パート100ぐらいはねいけそうな感じがねしちゃいますので、まあでも本当今日中に解きたい、今日中に解きたいですね。今日中に解いてですね、今日中に解いて、巨大戦艦も終わらしてね、行きたいところなんですけどもね。まあセーブして、あら当たっちゃった。終わらしたいよね。もうちょっとね、いい加減いい加減ね、これね何月から、3月くらいからやってるんですかね、このシリーズもね。だもんでね、早く終わらせたいというのがね、あの心情なんですけども。あ、上下のか、あ、これか、これですね。で、右に行って右に逃げられるってなんか変な感じですけど、あの90度になってるとね、こういうこと起きますね、このゲーム。まあなんか演算のね、あれなんでしょうね、そんな感じであると思うんですが。あ、上に行けと。結構ね、あの落ち着いてみるとね、あのこの窓のね、あのインジケーター上と下っていうのを教えてくれてるんですよ。右左っていうのがあってね、それが緑に点滅してね、上だよ下だよとかね言ってくれるんですけども、この場合は何に対して言ってるのかが分かんないよね。確か3発当てりゃいいはずなんですよね。2発3発、え、4発ね。不思議な、まあまあもう見られてる方は分かってると思うんですけどね、このゲームね、あの当たり判定がねちょっと変な感じです。というのもね、あの実際近くにあってもですね、このビーム系が届くのがね、このサイトの真ん中に行く時じゃないと届かないんで、おそらくね座標的に言うとね、実際はあの近くの場合ね、例えばこうやって近寄っていくでしょ、危ない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 、ああ見せれなかった、ごめんなさい。例えばこいつね、こいつに近寄っていくでしょ、ね、こう近寄っていくと今度ちゃんと止まる、近寄っててね、これすごい近くにいるでしょ。でもね、弾を撃つとサイト、弾がねサイトの真ん中まで行かないと当たり判定が発生しないんです。こうでもこれおそらくサイトの真ん中はね、重水素鉱石特にぶち抜いてる距離だと思うんですけど、だからねこのサイトにおいてはね、距離っていうのが多分ない気がしますね。かといってる間にですね、結構燃料がなくなってきましたね。まあお金はね結構あるんでね、いいとは思うんですが、まあ、これで今何個かな、今何個だい、蛍光石ね55個。このパートじゃ拾いきれないねきっとね。というわけでね、当たんないか、加速して、加速してもね、加速しても、あーでもね、ソウル聖剣はね、ソウル聖剣の音楽大好きですね。いいわ本当にこの曲大好きですよ私はね、まあ、何度も言ってると思うんですけどもね。あ、これかな、下に2つあるんでね、あれもやっつけに行きましょうか。よいしょ、届かないか、あ燃費が悪いでね、あのこの重力破砲もね3ぐらいまで行っちゃうと燃費が悪いみたいですね。ただもうこの装備でもいいのかな、どこ行くかな、あこれだね、この装備でいいのかな、装備的には大丈夫なのかな。はい、ちょっと止まって撃たないとやばいかもしれない。よし、また2つ来ましたね。どっちが先なんだろう、こっちだよね、あ違うか、よいしょ、お、どうなの、あ撃てるねこれね、はい、回収できましたと。ただまあこのパートでね、このパートとかこの残りの燃料でね99個も拾えるとは思ってないので、あと50個ぐらい拾わないとダメでしょ。ちょっと一回ね、このパートが終わったぐらいに戻ろうかなって思ってるんですけどもね。てか加減速しながら弾を撃てないのよね。
で、弾止まるでしょ。弾の出ても止まるのと、やっぱりこの16砲って火力高いから、あれなんだね、燃費がかなり悪いですね。あら、うん、みるみるうちに減るね。よいしょ、こっちじゃないよね。でもいいか。よいしょ、あー、みるみるうちに減るね。これカエルの燃料残しておかないと、ここで燃料入れて死んじゃったらバカみたいだもんね。よいしょ、まあ、この辺でついついね、ついついいっちゃいたいんだけど、どこ、いや、ここから、あ、コロニー1ね。はい、まあここら辺はね、安いんでね、まだね。でも満タンにするのすんごい入りそう。これ絶対めちゃくちゃ言われるね。5000ぐらい言われるよね、きっと。5532ってすごいな。これで、あ、いや、何してんだい、違うわね。あ、また来た。せっかくなので、自動通信の1がまだね、要素余ってるでね。これあれだね、よいしょ。わわわ、弾撃ってくる、これ敵。2匹に増えたね。ちょっとバックします。あれ、敵が見えないけど、いいのかな。いや、インジケーター上って言ってるね。上行ってもいないし。あらら、これも燃費の無駄。いたね。で、今度は、南西ね。あ、逃げちゃった。いや、ちょっとお金稼がしてほしいんでね、ちょっと追いかけましょうか。まあ、どうでもいい話なんですけどもね、私今バックしますって言ったでしょ。昔ね、探偵ナイトスクープだったかな、なんかでね、トラックとかってね、喋るじゃないですか、バックにいるとね、バックしますってね。あれがなんか、バックしますがね、ガッツイ始末って聞こえるってね、いう、話をね、私聞きましてね。まあ全然どうでもいい話なんですけど、あ、Z2240 か、上ね。あ、見えたかな。あ、この辺だね。ねえ、もう私それからね、トラックがバックするときにね、なんか音がね、カンカーンっていうかね、あ、消えちゃった。あー、もう嫌だね。カンカンバックしますって言うんですけど、あれがね、もうあれからね、カンカンガッツイ始末に聞こえちゃってね、もうかれこれ15年ぐらいもうガッツイ始末って聞こえるようになっちゃったんでまあほんとどうでもいい話なんですけどね。もうね、空耳がね、空耳さまってね、耳ついちゃうとね、なかなか離れてくんないでね。私の場合はね、今はもう15年ぐらいね、空耳様がね、居座ってますけどね、きっと死ぬまでね、多分ね、居そうな気がしますね、このガッツ一末だけはね。まあ本当にどうでもいい話ですね。まあこんなどうでもいい話をしまくってね、とりあえず14分まで来ました。もうちょっとしたらね、時間よくなりますね。てか、水素鉱石がどっか行っちゃったんですけどね。確かこの庭の方に行きゃあるのかなっていうところなんで、まあこの重水素鉱石ね、別段座標指定しなくてもですね、自分のいるところにバンバン出てくれるはずなので、とか言いながらコロニーが出てきましたね。 Z 軸0の方がいいのかな、0付近の方が出やすいのかな。あ、来たね、来ましたね。あ、来た。あ、0付近の方がいいのかね。じゃあね、ここで
武器で重力破砲ですね。破砲3でなくて、あ、敵出てきちゃった。せっかく装備変えたのにね。ちょっと待ってね。あ、でもどうせこれあれでしょう。また探しに行った敵消えるパターンでしょう。下行け、上、どっち、上行けるか下行けるかするんですけどね。上かな、エネミーマイナス100、あ、上だね。あ、めちゃくちゃ近寄られてる。近寄った場合は、あれでもバックした場合は、Z 座標が逆になっちゃうからね。と行く、向かってる最中はね。あ、これ出てくる、これ逃げられるね、きっと。いや、Z 軸0って言ってるから上だね。多分ね、やっつけても200とかなんだよね、お金がね。あんま良くない気がする。良くないよね、これで。多分ね、ああ、やっちゃった気がする。200以上使ってない気がする。あ、いたね。いたわ。しまった。武器装備で。かと言いながらね、もうなんか、あまり、進捗どうでもいいパートなんですけど、それでも16分いっちゃいますね。じゃあね、時間よくなりましたので、この辺で終わっておきたいと思いますね。ピシャーチャージのサクルダーですね。パート92、重水素鉱石69個です。あと33個、あと30個ね。探してから次のパートに行きたいと思います。どうもありがとうございました。